サーブ2000はスウェーデンのサーブ社が開発したターボプロップ総発旅客機である。サーブがコミューター機の成功作サーブ340に続いて開発した50、58席級の地域航空用ターボプロップ総発機がサーブ2000である。1988年に機体仕様の決定作業が開始され、同年12月15日に スイスのクロスウェアから確定25機、オプション25機のコミットメントを得て、機体計画を、ローオンチ、1989年5月に、正式なゴーアーヘッドとなった。機体は、主翼や、胴体などの基本的な構造は、サーブ340のものを踏襲し、特に胴体は340と同じ断面でそれを7.55メートルストレッチ、している。このため、サーブは、 単にサーブ340のストレッチがあったと見られやすいが、実際にはターボプロップコミューター機の新時代を目指して作られた全く異なった機体である。サーブ2000開発最大の主観はターボプロップ機でジェット機並みの性能を得ることであった。ジェット機と同等の巡航高度と巡航速度性能をターボプロップ機の経済性で実現させることを狙ったものである。一方で、 機体の開発コストを低く抑えるためにサーブ340で開発済みのコンポーネントを一部に使うこととした。以上の設計によりサーブ2000は時速 665km 以上という高速巡航性能と低層音性能に優れている。主翼はカーサ航空局も飛行点検機として導入した。しかし売り上げが低迷したため1999年に 製造が中止された。生産機数は63機売り上げが低迷した主な理由は、市場としていた50席前後のコミューター路線に、エンブライルアージ145や、ボンバルディア CRJ 等、低価格のジェット旅客機が登場し、競争に敗れたことである。このためサーブ社は、旅客機市場から撤退することとなった。サーブ 2000&C。C ありがとうございます。